京都へおやすどうみつさりょうと秋。はい、本日はね、烏丸御池を一本東に行って、北へ上がったところに来ているんですけども、こちら車屋町通り、御池の車屋町通りを北へ上がって、そしたらね、京都の名店があるんですよ。1号店がね、皆さんご存知だと思うんですけど、烏丸七条にキングっていうパチンコがあったんですけども、その横にリド飲食街というね、飲み屋さんがたくさん入ったお店があるんですけども、そちらに15年前かな、オープンされたということなんですけども、有名なお店ジジイババさん、はい、そちらのジジイババグループさんから撮影のご依頼をいただきまして、本日やってきました。ほんで今日撮影させていただくお店は、そのジジイババグループの4号店ということで、ジジイババ奥歯亭というお店です。なんかね、店の前にはね、うまそうなイタリアンとか、メニューが書いてあるんですけども、初潜入なんで非常に楽しみです。そしたら早速向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴー、トリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よっしゃー、そしたらね、御池通りの車屋町を北に上がりまして、そしたらあるんですけども、こちらです、ビストロジジババ木馬亭初潜入ですよ。はい、いやー楽しみですね。いやね、うまそうなランチとかもあるんですけど、今日はね、一応夜の料理を撮影ということなんで、はい、一応こちらがランチメニュー、結構お安い料金で提供されてます。しゃあ、ということで行っていきます。こんにちは。わあ、いい感じですね。これ木馬の置物が飾ってあります。おお、カウンターもありますよ。ということで、本日はこちらジジババさんの木馬亭やってきました。はい、なんか4軒あるみたいです。でこちらのお店がおととし、はい、オープンされたということで、初潜入なんで非常に楽しみです。そしたらよろしくお願いします。ということで、マスターはじめまして、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、札幌生ビール640円、うまそうや、行くぞ。はい、おら生ちょうどもんじゃない、うまいね。最後ですね。そしたらね、2杯目はね、無農薬レモンのレモンサワー、おらー来ましたよ、580円、うまそうじゃないですか。はい、はい、そしたら本日の1品目、人気メニューです。鳥取産の大山鶏の唐揚げ、3個入り480円。見てください、うまそうじゃないですか。もう唐揚げ大好き人間の僕には最高に幸せな時間ですよ。よっしゃ、これ3個入りってなってるけど、結構入ってるけど切り分けられてるんですね。よっしゃ、行くぞ。よっしゃ、そしたらいただきます。はじめ、
うん、うめえ、うめえぞこの唐揚げ、サクサクや、うん、肉もね、胸を使われてるんですけど柔らかい、うん、美味しいわ、ビールに合う唐揚げって感じですね、うん、うまいわ、サクサクです、もう一回鳴らすよ。ここまでサクサクの音鳴るからあげないで、うん、うまい、うん、見てください、隠れ人気メニュー、自家製ラー油塩麻婆豆腐750円、沸騰してるよこれ、うわこれはね、もう香りもね、いい香りが来てるわ、うまそう、これこれこれはね、絶対見るからにうまいでしょこれ。よし、いただきます。さあこれ見てください、自家製ラー油使用の人気メニュー麻婆豆腐、もう刺激的なね、いい香りがしてるね、これもう匂いだけでもご飯食えそうな感じのいい匂い、これはね熱いの得意なんで、ブス行くよ、うん、これはねうまい、ほんまにうまい、これ食ったことない麻婆豆腐の味ですよ、なんかねやっぱりね、このイタリアン的なお店なんで、味付けがね、あのミートソースのね、あのミートの味の加わった麻婆豆腐なんですよ、いやこれ初めてですね、この上に自家製ラー油がかかってるという感じで、これ絶品そう、うん、いやこれほんま見てくださいよ、これこれ肉というかミンチ、大量に使われてます、だからねこのあのなんかミートソース的な香りも出るんですよ、この大量のミンチ、これはねナイスよ、麻婆豆腐というかもう麻婆ミンチって言ってもおかしくないぐらい、はい、いやうまいわこれほんまに、来ましたよ、本日はねすごいですよ、こちらの1日50食以上出る人気メニュー、ナポリタンとミニドライカレーのセット、見てください、うまそうでしょ、ナポリタンです、もうほんまに今風のおしゃれなナポリタン、ほんでこちらがミニドライカレー、うまそうですね、もうこちらもミンチたっぷり、ちょっとね今マスターとねお話しさせていただいたんですけど、なんと野菜7割、肉3割、ほんで 100% 牛肉のミンチを使われてまして、さらに水を一切使用してないカレーということで、すごいですよこれ、ちょいちょい匂いしてる、いただきます、うまい、いやー、名前スパーシーなんですけど、このね独特な甘みがあるんですよ、でこの甘みがね、なんと砂糖も使われてない野菜のみの甘みということで、口に入れた瞬間甘みが広がって、その後にスパイシーな刺激が口の中に広がる、いやうまいっすよこれ、うん、こんな水分を使われてないカレー初めて食いました、ドライカレーです、これがほんまのドライカレー、うん、続いてナポリタンいきますよ、これもね大量にね、鍋で作られるみたいなんですけども、うん、最終的にもう半分ぐらいになるというソースで、いやー絶対うまいですよ、これ見てくださいこれ、もうもちもちの麺、うわー、じゃあいきますよ、今日はちゃんと巻いてバキュームせずに行きましょう、よいしょ、
まいわ。いやー、さっきね、マスターがおっしゃってたんですけど、惜しげもなくバターも使って野菜も使って作ってるんで、ほんまにね、口に入れた瞬間ね、この野菜の香りとバターの香りがね広がってね、最高に美味しいナポリタンです。うん、ランチはね、見てください、こういう形で並大横綱選べるんですけど、 500g、 これのさっきの食べたの 2.5 倍のサイズのあのスパゲティがパスタが食べれるということなので、ぜひランチにも来てください。最後にこのシャーベット、じゃあ最後にね、これうまそうなシャーベットいただきましたけど、僕の YouTube を見たというふうに、おっしゃっていただきましたら、ディナータイム限定でこちらのシャーベットをプレゼントしていただけるそうです。マスターよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ぜひ、はい、ぜひ皆さんいっぱい食べに来てください。おお、このシャーベットもなんかもっちりしてる、これ。うん、うまい。うん、まったりした甘さで優しい味の食後に最後です。うまい。京都の有名店ジジババ木馬亭さん、昼もランチがお値打ちで食べれて、夜も一品料理が楽しめる素敵なお店なので、ぜひ皆さんこぞって食べに来ていただきたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちらジジババ木馬亭さんお伺いさせていただきましたけど、いやー、やっぱ京都の名店ですよ。むちゃくちゃうまかったね。ほんでランチもディナーもやられてますんで、ぜひ皆さん一度このむちゃくちゃうまい味を試しに来ていただいてはいかがでしょうか。もうね、ほんまどの料理もミンチもふんだんに使われててかなり美味しいかと思います。皆さんぜひお越しください。ほんでこの流れでですね、シリーズさせていただきます。ジジババシリーズ、次はね、カラスマ7条のリド飲食街にありますジジババ DOS というところを、取材させていただきますので、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。ぜひ木馬で来てください。次はジジババ DOS、 はい、リド飲食街乗り込むぞ。ありがとうございました。